2023ロータックスマックスチャレンジ最終戦マイクロマックスレースを制しましたゼッケンナンバー37番 SD スタイル藤原道長選手、おめでとうございます。2番手ゼッケン93番同じく SD スタイル鶴貝拓海選手、おめでとうございます。3番手ゼッケン11番 SD スタイル堀江逸樹選手、おめでとうございます。この最終戦マイクロマックスは SD スタイルが表彰台独占となりました。さあ、それではこの最終戦も、優勝を飾りました藤原道長選手、そしてシーズン初表彰台鶴貝拓海選手、堀江逸樹選手3選手にそれぞれ青少のトロフィーと賞金が贈られます。その前に3選手には沖縄県産のマンゴーがプレゼントされていきます。変わりまして、優勝を飾りました藤原選手には優勝賞金5万円とそれぞれご協賛いただいております各賞が贈られます。2番手の鶴貝選手にも賞金2万円、3番手堀江逸樹選手に賞金1万円が贈られます。それではマイクロマックス、この最終戦表彰台に上がりました3選手でのフォトセッションです。それでは優勝を飾りました藤原選手にウィナーインタビューを行ってまいりましょう。では藤原選手、こちらにお越しください。では今大会優勝おめでとうございます。ありがとうございます。昨日に続いてのポールトゥービンでしたね。はい、今の気持ちはどうですか？とても嬉しいです。今日のレースを振り返ってみて、今日どこで勝てるなと思いました？いろんな場所で勝てると思いました今日もぶっちぎりだったもんね。うん、はい、今日勝った勝因、勝った理由は何だったと思います？ SD のみんなや、あと SD スタイルの細川先生とかがいろいろ教えてくれたりしたから1位を取れました。はい、そして、ね、チームで表彰台独占でしたね。はい、嬉しかったね。うん、はい、おめでとうございました。今大会を制しました藤原道長選手、2連勝でのシーズン締めくくりとなりました。おめでとうございます。